大型故障研究所の高橋と申します。この度はこのような素晴らしい賞を受賞させていただいて本当にありがとうございます。それでは私たちの発表させていただきます。私たちは、生き物元気米という、まあ、こういうふうなお米を作ってるんですけども、その、まあ、作るきっかけになりました顔型レッドデータブックというものと合わせてご紹介させていただきます。まずは、まあ、私たちは本当に NPO、 1階の NPO ですけども、まあ、レッドデータブックを作ろうということになりました。で、普通レッドデータブックを作ろうというところ、作っているところどんなところかなという今先ほど吉田さんの公表でもいただきましたけども、大体国はまず環境省が作って、それから都道府県、それから大きな自治体ということで、本当に小さな NPO が作っていいものかどうか、そんなようなことが最初の、まあ、話の中であったんですね。で、ネットデータブックを発行するときにこんなことが必要なんじゃないかなということで、最初にやっぱり権威がないとダメだろうと、大体まあ、そのネットデータブックに載すレッドリストのこの正当性をどのようにして、まあ、担保していくのか、それはやっぱり専門性や公共性を持ったところが、まあ、取り組まなきゃいけないだろうと、こういった問題どうしたらいいのかなということが一つあります。で、それからもう一つは実証性の保障という、実効性の保障ということで、例えば国とか自治体が、レッドリストを決めたならば、少なくとも法律的には、規制がなかった場合でも、まあ、それぞれの公共事業においてはそれを守らなきゃいけないんだろうというふうなことが働くわけですけども、NPO が作ったレッドリストにどういう意味があるのか、まあ、そういうようなことですね。で、そういった実効性どうなのかということです。で、それからもう一つ大きな困難というのは資金ですね。私たちは特に資金を持ってなかったんで、どうするのか、まあ、こういう問題あって、なんで NPO などに、レッドリストを作ったのかということなんですけど、いずれも持ってないわけですね。じゃあなぜ作ったのかというところなんですけども、まずこれは、まあ、なんていうか 内的な衝動から作ったわけですね。で、顔型の野生生物はもう待ったなしの状態ということで、私たちが調べていったら、こういうイモリというどこにでもいるような生き物が、もう顔型っていうのは石川県の、平野部なんですけども、そこの周りにはもう全くいなかったんですね。で、やはり昔からもしかしていなかったのかな、でもなんか確かに十数年前に見た覚えがあるなということで、ちょっと待って、イモリは別にそんなに一生懸命見てなかったと言いますかね、どこにでもいるものだと思ってましたんで記録もあんまり残ってないと。じゃあちょっ と皆さん昔からよく知ってる人に聞いてみようっていうことしたら、昔はどこでもいたよって言うんですね。でも今全然いないよということが起こっていたわけです。で、それから、まあ、トノサマガエルとかですね、ニホンアカガエル、こういったものも本当に少なくなってしまいました。で、それから石川県にはハッタミーズという日本一長い木がいるんですけども、これもなんか調べてみたら急激に生息地がなくなっているということで、顔型の周辺にいた普通の生き物がいなくなってしまいました。それからマルタニシなんていうのもいな全くいないんですね。それから土壌はどこでもいるだろうと思ったんですけども、調べても本当にいない、まあ、そんなような状態になってました。で、どうも それからですね、こういったものが、生き物がいる場所っていうのはごく身近な自然ですね。で、こういったのを守らなきゃいけない、まあ、普通に市民がその活動している場所のですね、あ、まあ、もうごめんなさい、早いですね、早いな、必要があるというか、まだ2枚目です。あとは、行政の取り組みが、遅れたんで、前から、まあ、こういうのやったらって言ってたんですけど、できてなかったんですね。で、それで、まあ、自分たちで作ろうということですけども、まあ、権威付けしなきゃいけないということで、
まあ、一応私たちは本当は自分たちが作れる能力があると思ってたんですけども、謙遜でまあ書いてる部分もあるんですけども、まあ、過去20年間ぐらいデータを取ってますんで、まあ、そういったものをですねきっちり出していって、あと強力な人たちを入れればいいだろうと。でそれから実効性ということで、行政の人にも入ってもらう、それから新しい公共としての市民が保全を担うということを、挙げて、実効性は市民が担保するというふうなことですね。でそれから規制のためのレッドデータブックじゃなくて、市民活動の指針となるようなものを目指そうと。で資金的にはちょっとお金を、まあ、助成金をいただいたりしました。でこのようなレッドデータブックを作ったわけです。で実はこのレッドデータブックのデザインのベースは環境省のレッドデータブックなんですね。見ていただくと分かるんですが、赤と白の部分が環境省で、この辺りも環境省なんですけども、それとはまあ一味違うということで、プラスアルファがあるというふうなレッドデータブックになっているわけです。でその中で生き物のまあ選定はちょっと独自の基準で決めております。このような基準になってます。ちょっと時間がないと話しますけども、で過去のいろんなデータとかですね、これ70年代に巴鴨の海軍が来たというのを記録している人がいたんですね。そのデータを掘り起こしていきました。でそういうことで、それからコラムなんかもいっぱい入れております。でそれから具体的な活動とかですね、こんな取り組みしたらっていうのが書いてあります。でその中で身近な自然、特に田んぼの自然が、の生き物がいなくなっているということで、生き物元気米という取り組みを始めました。でこれは、農薬の空中散布をしない、あとで除草剤を使わないという2つの条件で、この4名の農家の方にお米を作っていただきまして、私どもが生き物の調査をして、こんな生き物がいたよ、この田んぼにはこんな生き物がいたよということを、まあ、宣伝して一緒に売りましょうという取り組みです。でこのパッケージの裏に生き物が全部こう入ったりしてですね、情報が入ってるんですね。でこういうことをやっていきましたら、実際に田んぼの生き物が増えてきました。でなんで増えたか分かるかっていうと、この渡村さんという農家の方の田んぼはずっと私どもが前から調べさせていただいてですね、で前年は農薬使ってたんです。で一昨年ですね、で昨年生き物元気ましてやったら、もうすぐにいろんな生き物が増えてきました。でそういった生き物がどんどん増えて、毎年これやってることによってさらに生き物が増えていくだろうということで、食べれば食べるほど生き物が元気になる生き物元気米というふうなコンセプトで作っております。でちょっと時間がなくなってくると思うんですけど、最後に教訓なんですけども、レッドデータブック、無謀な挑戦だったんですけども、作って、まあ、権威付けできたかということでは、まあ、中身が重要で、まあ、NPO でも出せるだろうと。でそれからいろんな応援をいただきました。今回のまあ対象をいただいたのもありますけども、下予防協会さんや、それから野鳥の会さんなど、まあ、いろんなところで宣伝いただいております。でそれから実効性の担保ということは、市民が実効性を担ったということで、実際に生物多様性が保全される、レッドデータブックを通じて生物多様性が保全されたという田んぼの例を作ることができました。でそういう意味ではレッドデータブックが生物多様性の道しるべになったということで、まあ、最初のタイトルなんですけども、まあ、そういうことです。でそれからレッドデータブックは環境 NPO の収益事業になりました。私ども最初はもうお金どうしようかってたんですけども、作ったことによって黒字になったんですね。でまだまだ十分な黒字って高いのならないんですけども、黒字になる事業にしていけばいいですね。で都道府例えば石川県なんかでは、まあ、レッドデータブックは本では出さないですね。それお金かかるからっていうことですけども、本当は出した方がいいわけです。財政に豊かになるはずなんですけども、まあ、そういうことではもっと、結論としましては、ネットデータブックをどんどん出しましょうということで、取り組んでいきたい。で今日もネットデータブック実は持ってきておりまして、この大将を呼んでいただいたんですけど、一人分しか旅費が出なくて、もう一人稼がなきゃいけないので12冊ぐらいともう一人出てますんで、もしよろしかったらご興味ある方はちょっと手を挙げてください。スタッフがおりますんで、お声かけていただければ持ってきておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと時間なくないですか。ありがとうございます。皆様からですね、一人ずつぐらいですね、簡単に、
いと思いますけれど、何かあのお祝いのメッセージでもあの結構ですし、ぜひここを聞いてみたいという方いらっしゃいましたら挙手をお願いできますでしょうか。ベタ部分を権威付けというのはあのどういう方々があの協力されて最終的に作られたんですか。そうですね、あのまず、まあ、私どもの、 あのいろんな会員の方とかメンバーの中で、まあ、あの石川県のレッドデータブックの、まあ、選定委員なんかやってる方もいらっしゃいまして、実は私どもの会員のまず、一人がその全体の取りまとめのトップの方なんですね。でそういう石川県の方なんですね。でそういう方に入ってもらったりとか、あとはあの地元でやっぱり研究してるあの地元の方で本当によく知ってる方ですね、あの大学の先生とかではないんですけども、そういうあのダイヤのまあ研究者とか、そういった方に入っていただいて、データの掘り起こしをするというのと、それからもう一つはあのこの川端に関係している自治体の方の方にも選定委員会の中に入っていただきました。そのような形をとりました。はい、ありがとうございます。他の方は何かいらっしゃいますでしょうか。あのお米の方なんですけど、はい、その販売に対して水とか食料とかあれば。そうですね、あの私どもはあまり物を売ったことがないもんですから、で今あのお米っていうのはすごくダブついていて、あの実際なかなか売るのが大変だったんですけども、私どもの守ってる土からっていうのはあのやっぱりいろんなあの関係する団体の皆さんを頼るということで、特にあのこういうちょっと高いんですね、地方に行くとあの生き物原型は5キロで、2500円ぐらいなんですけども、ちょっとなかなか地域の中で売れないんで、首都圏の方でやっぱり食の問題についてとか、あるいは自然の問題について関心の高い方にですねターゲットを絞って、であの自然保護協会さんも 何度もどうしていただいたりとか、あとそれはあのそれからあと、今あの日比谷公園の中で今日イベントやってますけども、実はそこでもこのポスターが出てるんです。それはあのグリーンピースジャパンさんが、プレゼント企画で生き物元気米使っていただいてですね、でそのブースの中で出していただいたりとか、そういったいろんなネットワークをあの中で、まあ、宣伝させていただくということですね。でそれから現在はあの早期予約っていうのを受け付けてまして、それはあの農家の方との契約をする上で、あのこの時期ですと面積を増やし、ある程度あの目処が立てば面積を増やして契約できるんですね。でそういう点であの早期予約してるんですけども、それをあのこういったあのそれネオニコチノイド系農薬の不使用ということとキャンペーンをしてまして、面積がこれだけ増えましたよと予約してくれたことによって、まあ、そんなようなキャンペーンをして、まあ、そんなような取り組みしています。はい、どうもありがとうございました。それではあのじゃあ後で皆さんぜひレッドデータブックをあの買い求めていただけるとあのありがたいなというふうに思います。本当にあの本日はおめでとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。それでは続きまして、活動報告、